アリス・メーベル・ベーコンはアメリカ人女性教育者。明治期の日本に招聘された教育者。日本の内側、その後に表した日本の女性は明治時代の日本の女性事情を偏見なく書いた資料として貴重であり、ルース・ベネディクトが聞くと刀を執筆するときに参考文献とした。ちなみに日本の女性の前書きには生涯の友人。 大山捨松に捧げるという一文が添えられ、捨松とは死ぬ直前まで文通を交わしていた。父は、コネチカット州、ニューヘイブンの牧師であった、レオナルド・ベーコン、母はキャサリン。キャサリンは5歳で、アリスは14人兄弟の末娘であった。父、レオナルドは、牧師のほか、イエール大学人学校の教師も務め、南北戦争の時、 いち早く奴隷制に反対する論人を張るなど、人望が厚く地元の名士であった。小沢山であったため生活は非常に苦しかったという。1872年、日本から来た女子留学生の下宿先を探していた森谷則の申し出に応じて山川捨松を引き取ったのは、日本政府から支払われる多額の謝礼が目当てであったと言われる。しかし、レオナルド夫妻は捨松を、 娘同様に扱い、特に年齢の近かったアリスとは、姉妹のように過ごした。アリスは、地元の高校ヒルハウス、ハイスクールを卒業したものの、経済的な事情で、大学進学を諦めた。しかし1881年に、ハーバード大学の学士検定試験に合格して、学士号を取得。1883年に、ハンプトン師範学校生教師となる。 津田梅子、アリス、ウリュウシゲコ、大山捨松1884年に、大山捨松や津田梅子の招聘により、家族女学校英語教師として来日する。来日中の1年間の手紙をまとめたものを1894年、日本の内側として出版し、反響を呼ぶ。帰国後は、ハンプトン師範学校校長となったが、1900年4月、大山捨松と、 津田梅子の再度の招聘により、東京女子主犯学校と津田梅子が建てた女子英学塾の英語教師として、赴任、1902年4月に人気満了で帰国するまで貢献した。特に女子英学塾ではボランティアで教師を務め、梅子に代わって塾の家賃を代わりに支払うなど、貢献は大であった。帰国後も教育に身を捧げ、一生独身であった。ただし、 渡辺光子と一柳真希子という二人の日本女性を幼女とした。一柳真希子は女子映画塾の教師になることを期待されたが、帰国後、ウィリアム・ゴーリズと結婚した。ありがとうございます。